今日は熟化闘争環境における混沌ウィッチについてお話ししていこうと思います。デッキの多様化が許された環境で、唯一比喩表現に頼らない直接的な運量が勝敗に影響するという開発陣の遊び心とユーザーのヘイトを融合してリンク召喚されたカードになります。今回はそんな混沌ウィッチについて解説していこうと思いますので、生徒の方々は一言一句聞き漏らさず、ひ孫の代まで語り継ぐようにしてください。それでは早速現環境における混沌ウィッチについてお話ししていこうと思うんですけど、その前に混沌ウィッチのこれまでの経歴についてお話ししていきましょう。混沌の流儀、暗黒のウェルサで登場したカードであり、使用に伴って両者のカードコストが変動するという類似例が存在しない唯一無二のカードになります。自身のデッキ内を高コストで固めることで、相手とのアドバンテージに差を生み出す目的で使用することが主でしょう。イラストとして描かれているカオスウィザードは流儀を持たないことで有名ですが、混沌を介してもろに流儀を生み出していますね。そんな混沌の流儀ですが、いざ実装当時ユーザー間に押されていた楽園はネタカード、遊び心を全開にしたカードをウィッチに配り、ユーザーのヘイトを介して回収する流れはもはや風物詩ですが、今回の混沌の流儀に至ってもそれは例外ではありませんでした。環境デッキとは決して交わることのない遠い場所に身を置いていた混沌の流儀がどのようにして環境へ姿を現したのか。初めて混沌ウィッチが競技シーンで観測されたのはリナセントクロニクル環境でした。異例の高速ナーフにより幕を閉じた環境ですが、当時ナーフ前において最大勢力でもあったラティカエルフに対してコスト上昇効果がプレイ枚数を稼ぐという目的へのアンチナジーとなり、対策デッキとして一躍脚光を浴びる形となりました。機会があればまた他の授業でも取り上げるかもしれませんが、圧倒的ティアワンに対して最大のネタカードで対策する縮図はまさに発想の勝利であり、プレイの精密化が評価される昨今、このような既存カードの再評価によるメタゲームの変遷はまさしく歴史に名を残すべき偉業でしょう。ちなみにこのコスト変動効果は全てのカードに適用されるため、連動の高い相手に対しては普通にウィンドフェアリーや森林の狼で殴り切られたりしました。とはいえ当時の混沌の流儀とは一時的にネタ枠から脱出したものの、根本となる評価はネタカード、カジュアル勢の味方にはなれど環境デッキに牙を向けるような出来事は決して起こらないと思われていました。雲行きが怪しくなり始めたのは次男ともなる最下を超えしものでした。境界のゴーレムや明らかに混沌の流儀を連想させる創造の具現化が登場。これにより運営は混沌の流儀をウィッチにおける型の一つとして認め、今後強化されていくギミックの一つであるという姿勢を暗示させます。しかしそれでもこれらは最大値の上昇に貢献するだけであって、依然デッキの安定性という点からは程遠い存在。環境に再び姿を見せることなど到底皆無であり、 SSR の1コストバハムートを盤面に叩きつけて遊ぶ際のみ使用されるものと思われていました。序盤を支える強力な処理札やアクセラでデッキの潤滑油となるカードが登場。運だけ迷わぬデッキと冷やかされ続けてきた混沌の逆襲が始まります。一躍環境デッキ候補として浮上した混沌ウィッチは、その高い最大値と使用に耐えうる水準まで満たすことが可能となった序盤の面形性札を武器に環境を躍進。実際ランクまでも石灰 AF 使用によるノーミスハラスメントで疲労が溜まっている際は使用を検討できるレベルまでには強化されました。そして第2のインパクトとなる進化ネクロの弱体化、またグリームニルが実質的な削除を受けたことで天敵としていた進化軸が減少、トレランスナーフによる機械ネメスの減少も大きいでしょう。これにより環境の多様化が発生、混沌ウィッチというシステム自体は変化していないものの、周りのデッキが出力を下げたことで相対的に環境レベルと呼べるまでの地位を確立していきました。現在ではデッキの得意性も相まって使用者が急増し、かつてのネタデッキとは一生できない勢力となるまでその数を増やしつつあります。ここまでをまとめると、登場当時こそネタカードとして一生されていましたが、パックの追加に伴い小回りのキッカードや強力なフィニッシュ札となるカードが登場。その後環境の多様化により苦手とするデッキが姿を減らし、低コストカードで大半を構築するデッキが増えた結果、これまでのネタ枠から逸脱したガチ仕様としての側面を混沌ウィッチが持ち始めているといった感じになります。先生、混沌の流儀のこれまでの成り立ちについては理解することができたのですが、どうしてこれほどまでにユーザーのヘイトを集めるまで成長したのでしょうか。これまで負けを生んで片付けていたような成長意欲の低いユーザーたちがコスト変動による運ゲー程度で騒ぐ理由が正直理解できません。負けた理由を言語化する努力を怠り、運という言葉で自身を正当化させる努力だけは怠らない超競技プレイヤーかっこわらの先生の意見が聞きたいです。そもそも混沌の流儀というデッキについてなのですが、このデッキは世間一般で評価されているほど運に努力値を全振りしたデッキではありません。もちろん運の要素が強いという点を否定する気はないので、混沌の流儀過激派アンチの方も安心してください。実際に使用してみればわかるのですが、アクセラレートやゴブリンの機種の関係上、高頻度で細かいコスト管理を求められ、混沌使用後も飛び道具の少なさから、いかにしてリスクの低いプレイを連続して選択し続けられるかといったプレイの干渉要素は多々存在します。またそもそもこのカードを毎回切るわけでもないので、
で、ある程度相手の動きを割り切った勝負感といったスキルも求められるでしょう。巷では運だけクソゴミカスデッキと言われていますが、実際にはメタデッキとしての観点が強い、これほどまでのヘイトが向けられるような外役デッキではないと思われます。それではなぜ混沌の隆起というカードにこれほどまでのヘイトが向けられるのでしょうか。様々な要因はあると思いますが、おそらく一番の原因は相手の手札にまで干渉を起こす点だと思われます。予定していた行動がこのカードによって狂わされ、2コストのカードを5コストでプレイさせられた経験は誰しも存在するのではないでしょうか。自身と相手との待遇の差が可視化できる状態では不利益となる箇所が数値を通して認識することができ、またそこには運の要素という言い訳のない差が存在しているため、ユーザーによる不満が溜まりやすく、それが結果としてヘイトという形で混沌に集約されているのかと思われます。他の要素としては買いデッキだと思っていたものに運という概念を通して敗北するストレスですね。混沌の流儀に対しての潜在的な能力を正しく評価できていなかったことが問題なので、あなたたちクソガキのような自身の無知を棚に上げたただの見当違いのへりくつだということを自覚しましょう。先生、ここまで丁寧に教えていただきありがとうございます。では実際混沌ウィッチはどのような優位性を評価して使用されているのでしょうか。混沌ウィッチがただの運だけクソゴミカスデッキではないことは分かりましたが、天文学的確率の下振りを全て拾う世界一運のない僕は自らに運ゲーを強いてまで使用したいとは思いません。はい、出ました、世界一運が悪い中、いつもあなたたちは自分だけが運が悪いと思い込み、それを他者にぶつけることで欲求を満たそうとします。世界で一番運が悪いなど、あなたの世界は 1LDK ですか。時の感情に左右された根も葉もクソもない全くの憶測を民意として軽はずみに発言しないでいただきたい。基本的にはここまでお話ししてきた通り、低コストを多く採用したデッキへの優位性を評価して使用されることが多いです。有利不利の概念が曖昧である点も特徴ですね。またメタデッキとしての観点が強いですが、単純なデッキの総コストでは他のデッキに対しても引きを取らないため、自らの動きを押し付けるような環境デッキとしての側面を評価されることもあるでしょう。通常のメタデッキと差別化できる点としては、やはりコスト変動によるその独自性が挙げられます。回復盤面処理といった一般的なメタカードとは異なり、コスト変動という唯一無二の効果であるため、上位デッキが固定化された環境ではメスを投げ入れるブレイクスルー要因として一役買ってくれるのではないでしょうか。ある程度のメタ貫通能力がある一方、コストの変動次第で有利とする対面にも平気で敗北してしまうため、まさしく最終手段と呼ぶにふさわしいカオスの立ち位置に置かれているデッキになります。先生、仮にこのデッキを使用する場合、どういった改良要素が存在するのでしょうか。さすがにフォリアや氷塊といったコントロール性能の高いカードは3枚採用が推奨されると思いますが、正直混沌の流儀というカーツを引くことができれば、あとは何を採用しても同じように感じます。わかりました、お答えしましょう。今日であなたを生粋の混沌キッズに染め上げます。しかし詳しいデッキ内容についてお話しする前に、エーテルさんがないにもかかわらずこのデッキを作成しようとする方がいらっしゃった場合、それは絶対にやめましょう。自身が勝つことより相手に対して妨害を行う方が楽しいという特殊性癖を持つ方以外は、作成したか最後アプリアンインストールへのレクイエムが脳内に流れ始めます。ただこれに関しては、このチャンネルを見ているような生徒はおそらく全員似たような特殊性癖を抱えているので特に問題ないでしょう。採用圏内のカードとしてはこれらが挙げられます。基本的には混沌ウィッチが抱える序盤の面干渉能力の低さ、混沌の流儀の依存度の高さ、バリュー要因となるカードの採用、これら要素のうち1枚で2つ以上の改善に貢献できるカードを採用すると良いですね。遅延性能が高く、創造の具現化を起点としたコンボデッキとして戦うことも可能であるため、そういった点からサークルウィザードの評価を落としています。ただここら辺に関しては住んでいる地域によって宗教も変わると思いますので、高笑いしながら大怪獣バトルを遊びたい方は採用しても良いでしょう。マリガンに関しては一応このようにしていますが、おそらくここまで授業を聞いてくださった希少な方々は混沌ウィッチに見出されたのではなく、シャドーバース2の大怪獣バトルに見出されて聞いてくださっている方がほとんどだと思うので、聞き流していただいて構いません。混沌全力マリガンを行わないのはデッキに対しての失礼に該当するため、混沌全力で引きに行きましょう。というわけで今日は10価同増環境における混沌ウィッチに対してのお話でした。巷では運ゲーを強要させるその凶悪性から魔道具専門店の再来とまで呼ばれていますが、実際そのデッキの根幹はかなり脆く、運という観点にテーマを置いたデッキでありながらも非常に繊細なプレイを求められるデッキになります。混沌使用に伴って相手に不快感を抱かれるのは事実であり、そのヘイトを集めているという姿にも納得できる節もありますが、こういった運の要素に全振りしたデザインもシャドーバースという象徴そのものを表したデザインとして良いのではないでしょうか。それでは本日の授業はここまでとなります。2時間目の連動の高いデッキが一つ目用意できなかった俺、ダメ元で大会に混沌ウィッチを持ち込んだら無双しすぎて止まらないんだが、でお会いいたしましょう。